ソフォニスバ・アングイッソラ、ソフォニスバ・アングイッソラ、ソフォーニスバ・アングウィーセラ、アングウィシャラの綴りもある。生は、アングイッソラと表記することもあり、1532年から1625年11月16日は、イタリアのルネサンス期の女性画家。ソフォニスバ・アングイッソラは、1532年頃に、クレモナで七人指定の長女として生まれた。 父アミルカーレ・アングイッソラは、ジェノバの下級貴族であった。ソフォニスバの母ビアンカ・ポンツォーネは、貴族の家系から出た裕福な一族の生まれであった。母は、ソフォニスバが四歳か五歳の時に死んだ。四世代以上、アングイッソラ家は古代カルタゴ氏と強い関係を持ってきた。彼らは偉大な将軍、ハンニバルの名を子孫につけてきた。そのために、アミルカーレは、 自身の長女に悲劇的なカルタゴ氏の女性ソフォニスバ、ソファニスバの名を付けた。アミルカーレは6人の娘たち、ソフォニスバ、エレーナ、ルチア、エウロカ、ミネルバ、アンナ・マリーアを強化して、彼女らの才能を完全に開かせようと援助した。エレーナ、ルチア、エウロカ、アンナ・マリーアは画家となったが、ソフォニスバは目的を成し遂げたり名声を勝ち取るのにはほど遠かった。 エレーナは2層となってソフォニスバは彼女の肖像を描いた絵から離れなければならなかった。アンナ・マリアとエウロパー結婚のために絵を諦めた。ソフォニスバの姉妹の中で最も才能のあったルチアは若くして死んだ。ミネルバは作家、ラテン学者となった。弟アスドルバーレは音楽とラテン語を学んだが絵は描かなかった。彼女の父は 娘たちに芸術を含む洗練された教育を受けさせた。14歳になったソフォニスバは妹エレナと共にクレモナから画家ベルナルディーのンピのもとに絵の勉強をするため送り出れた。カンピが他の都市に移った際、ソフォニスバはベルナルディーの楽器について絵を学び続けた。地元の画家とのソフォニスバの徒弟制度は画学生として女性を受け入れる前例となった。 日付は定かでないが、ソフォニスバは、ゲッティの下でおよそ3年間学んでいた、1551年から1553年。ソフォニスバの最も重要な初期作品は、ソフォニスバ・アングイス・ソラを描く、ベルナルディの完璧、1550年頃。シエナ国立絵画館像である。彼女の肖像を描いている、最中の師匠を描くという二重の肖像画となっている。 1554年、22歳のソホニスバは、ローマへ旅行し、多種多様の風景や人物をスケッチして過ごした。ローマ滞在中、彼女は女子の画家を探していたミケランジェロに会い、彼は彼女の仕事ぶりをよく知るようになった。ミケランジェロとの出会いは彼女にとって大きな名誉で、彼女は偉大な師匠から非公式に教わる恩恵を受けた。 泣いている少年を描くよう依頼されたソフォニスバは、カニに手を挟まれてなく、子供の絵を描いて、ミケランジェロに見せた。彼は、たちまち彼女の才能を悟ったという、このスケッチは、以後50年間芸術家と貴族の間で議論され、模写された。ミケランジェロはすぐに、彼女自身のやり方で描いた彼のノートから、アングイス・ソラのスケッチを与え、その結果の助言を求めた。 少なくとも2年余り、ソフォニスバは、この非公式な勉強を続け、ミケランジェロから、多大な指導を受けた。偉大な初期の美術史家、ジョルジョ・バザーリは、ソフォニスバについてこう描いている。アングイス・ソラは偉大な勤勉さを見せ、彼女の絵の努力においては、我々の時代の、どの女性よりも後期ある。彼女は絵を描くことのみならず、天性から彩色の才能を受け継いでいるし、 他者からも秀でて模倣ができ、彼女は稀な美しい絵画を想像するのである。ソフォニスバは当時の女性の平均以上に多くの励ましと援助を受け充実していたが、彼女の社会的立場は彼女に女性としての性の制限を超えることは許さなかった。解剖学を学ぶ可能性も生を描くこともなく、女性が裸体を見ることは禁忌とされていた。彼女は 規模の大きな宗教画や歴史画が必要とする多様な人物像の構成を引き受けることができなかった。代わりに彼女は形式張らないやり方でできる肖像画の新しい様式の可能性を探った。自画像と自身の家族の肖像画は彼女が最も頻繁に描いた題材である。彼女の名がよく知られるようになると、ソフォニスバは1558年に時々ミラノへ向かい、 そこで、アルバコを、フェルナンド・アルバレス・デ・トレドの肖像を描いた。アルバコが彼女を、スペインをフェリペ二世に推薦した。同じ年、ソフォニスバは、スペイン宮廷に招かれ、これが彼女の経歴の転機となった。ソフォニスバがイタリアを経って、スペイン宮廷に赴いたとき、彼女は二十七歳前後であった。年から年の冬に、かけ、 彼女は宮廷画家としてマドリードに到着し、フェリペ2世の三度目の日、エリザベート・ド・バロアの助官となった。ソフォニスバはすぐに若い王妃の信頼と尊敬を得た。1560年は宮廷で多くの公式肖像画を描くのに費やされた。フェリペ2世の実前フ不ナでアウストリア像、フェリペの長男カルロス像が含まれる。こういった仕事は、 彼女が初期に手がけていた形式張らない肖像画より困難なものであった。なぜなら途方もない時間とエネルギーを成功な織物や王家の宝石を描くことに注ぎ込む必要が温めである。そういった挑戦にもかかわらず、ソフォニス場の描いたエリザベート王妃像。彼女の死後はフェリペの四度目の火穴でアウストリア像は力強く生命に溢れたものとなってる。 エリザベート王妃に仕えている間、ソフォニスバはコエリと密接に仕事をした。事実、フェリペニ世が中年の頃の有名な肖像画は、最初はコエリ作とされていたのである。最近になってこの絵がソフォニスバの作品と認識されるようになった。1570年、38歳のソフォニスバは未だ独身であった。エリザベート王妃の死後、フェリペニセは ソフォニスバの将来を暗示て彼女を見合い結婚させた。1571年頃、彼女はパテルの講師でシチリア総督のフランシスコ・デモンカーダと結婚した。結婚式は華やかに祝われ、彼女はスペイン王から持参金を持たされた。挙式後に夫婦でイタリアにある夫の所領とアングイス・ソラケを訪問し、すぐスペインへ帰国した。 スペイン宮廷で18年間を過ごした後、ソフォニスバと夫は1578年頃に王の許可を得てスペインを追った。夫妻はパレルモへ行き、そこで夫フランシスコは1579年に死んだ。47歳になっていたソフォニスバはクレモナへ旅行し、年の離れたオラツイウロメッリィーノと出会った。彼は彼女が旅行中乗船した船の船長だった。 二人は、そのすぐ後、1580年に、ピサで結婚した。オラツィオは、妻の芸術を理解し援助した。二人は長く幸せな結婚生活を送った。二人は、オラツィオの一族が住まう、大きな家のある、ジェノバに移り住んだ。ソフォニスバは、自分のスタジオや絵を描く自分だけの場所を与えられた。オラツィオの資産に、 フェリッペ二世から気前よく邸宅が加えられ、そこでソフォニスバは気の向くままに絵を描き快適に暮らした。現在有名なのはソフォニスバが訪問したり芸術論を戦わせる多くの同僚を受け入れていたことである。これらの中には若い芸術家がおり熱心に学びソフォニスバの独特の画法を模倣した。1623年ソフォニスバは フランドルの画家アンソニー・バンダイクの訪問を受けた。彼は1600年代初頭に彼女の肖像画を描いており、彼が訪問した時にソフォニスバが彼のスケッチブック絵を描いたことが記録されている。彼女の視力は弱っていたと記している。ソフォニスバの知性は変わらず用心ぶっかかった。助言の抜粋が訪問の際にバンダイクに与えたと記録がされていい。訪問中。 バンダイクは彼女の肖像画を描いた。これはソフォニスバの最後の肖像となった。次の年、ソフォニスバはシチリアへ戻ったのである。晩年の間、ソフォニスバは肖像画のみならず若い頃描いていたという宗教画も描いていた。不幸なことに宗教画の多くは失われた。彼女は亡くなる年にパレルモへ移住するまでジェノバで肖像画家を指導していた。 1620年、彼女は最後の自画像を描いた。後世の伝記の内容を比較すると、彼女は全盲とはならなかったが、おそらく白内障であった。ソフォニスバは、視力が弱ってからは、芸術の裕福な講演者となった。1625年、彼女はパレルモで93歳で死んだ。7年後、 彼女が生きていれば100歳となった誕生日に、夫オラツィオは、妻の母姫に名を刻んだ。我が妻、ソフォニスバエ。あなたはこの世で、肖像画を描く結出した輝かしい女性として、記録された。大きな愛を失い悲嘆にくれるオラツィオ・ロメッディの1632年、偉大な女性にこの小さな賛辞を捧げる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。